コベリ・ロイス・クリスプは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者、ウ宇藤良ダ。1999年の MLB ドラフト7巡目で、セントルイス・カージナルスから指名を受け、6月7日に、選手契約を結んだ。入団後、マイナーリーグのリーグの一つであるアパラチアンリーグのジョンソンシティ・カージナルスに所属し、 65試合に出場。打率258.3本塁打22打点という打撃成績を残したほか、出場試合数の約半数となる27盗塁を決め、快速を発揮した。守備面では当時は2塁手であり、64試合で2塁守備に、いたが24失策、守備率912という成績に終わり、接種を露呈した。 2000年はまず、ニューヨークペンリーグのニュージャージーカージナルスでプレー。36試合に出場して、打率こそ、239と低く本塁打もなかったものの、25、盗塁を決めた。守備面では、同年から本格的に外野にコンバートされ、左翼手で29試合、中堅手で1試合守りについた。計30試合の外野守備は、1失策と無難にこなした。 あとにミッドウェストリーグのピオリアチーフスに昇格し、27試合に出場。打率が276まで上昇したが、投塁の生産ペースはダウンして7投塁に終わった。チーフスでも左翼士として起用され、22試合の守りで無失策と引き続き安定していた。2チームの通算成績は打率254.21打点という内容であり、 盗塁は32だった。2001年はカロライナリーグのポトマックキャノンズにコマを進め、左翼手のレギュラーとして139試合に出場した。まず打撃面では、打率306.11本塁打47打点という、高成績をマークし、ミート力とパワーを発揮した。走塁面では39盗塁を決めたものの、失敗も21と多かった。守備では、 リフトのほかセンターも守ったが、計137試合の外野守備でご失策と、やや精細を欠いた。2002年は、イースタンリーグのニューヘブン・レイブンズでプレーし、89試合に出場して打率、301.9本塁打、47打点、26盗塁という好成績を残した。2002年8月7日、 当時のクリーブランド・インディアンスの主力先発投手だったチャック・フィンリーが絡むトレードが7月19日に成立しており、その後日発表選手としてインディアンスに移籍した。なお、先に移籍していたのは、後に楽天でプレーするルイス・ガルシアだった。インディアンス加入後、メジャーデビューを果たし、最終的には32試合に出場して打率。260.1本塁打、9打点。 4投類という成績を残した。守備では31試合で、中堅守を2試合で左翼守を守る機会を得て、1失策、守備率、988という成績だった。2003年は開幕をマイナーリーグで迎えた。マイナーでは、トリプル a 級インターナショナルリーグのバッファローバイソンズに所属し、56試合で打率。 360.20盗塁という高成績をマーク。この活躍ぶりにより、6月再びメジャー昇格を果たした。昇格後はリードオフマンとして起用される機会が多く、99試合に出場して打率。266.3本塁打、27打点という打撃成績を残した。自慢の総力も早速発揮し、6三塁打。 15盗塁を記録した。守備では、中堅守内市左翼守で起用され、計90試合の外野守備で1失策、守備率、995DRS5 という好成績をマークした。2004年、前年と同様にポジションは固定されなかったが、139試合に出場して、規定打席に到達し、打率、297.15本塁打、71。 打点という素晴らしい成績を残した。走塁面では、ピッチャーのモーションを盗むのが未熟であったため、二0盗塁を決めた一方で十三盗塁士を喫し、成功率は六十一パーセント止まりだった。守備では、センターを守った九十四試合で四失策。守備率、九百 981DRS から一と、やや低調だったが、左翼子を守った三十七試合では、無失策。 DRS8 を記録。フェンス際でのホームランキャッチも多く、攻守に大ブレークを果たしたシーズンとなった。2005年は2番左翼手で固定されて使われるようになった。この年は145試合に出場し、打撃面でさらなる飛躍を遂げた。打率。300.16本塁打、69打点、オプス0.810という好成績をマーク、打率。 300とオプス0.800のラインをクリアしたのは初めてだった。また、長打力も向上し、アリーグ5位となる42二塁打を放った。守備力の高さも相変わらずであり、138試合で左翼手、10試合で中堅手を守る機会を得て、通算 DRS11 という高数値だった。2006年1月27日、ギレルモモタ、アンディマルテ、 ケリー・ショパックと後日指名されたランディニューサムとのトレードにより、ジョシュバード、デビット・リスキーと共にボストン・レッドソックスに移籍した。レッドソックスでは、ニューヨーク・ヤンキースに移籍したジョニー・デーモンの穴埋めとなることを期待されたが、4月8日の対、ボルチモア・オリオールズ戦で、左手の人差し指を骨折し、故障者リスト入りを余儀なくされた。さらに復帰後も痛みが引かなかったため、 105試合の出場に止まり打率、264.8本塁打、36打点という低調な成績に終わった。だが総類面では自己ベストの22盗塁を決めて、成功率も85%という効率だった。守備は打撃と同じく精裁を書き、103試合でセンターを守って、失策こそ一つだけだったが、DRS は6まで低下した。 9月に入り、負傷した左手人差し指の手術を受けた。2007年は、戦線離脱することなく145試合に出場し、2年ぶりに、規定打席に到達した。しかし、打率、268.6本塁打、60打点という成績に終わり、インディアンス時代の打撃復活はならなかった。盗塁は28まで増え、成功率も2年連続で80%を超えた。 守備面では二塁打になりそうな打球をたびたびキャッチするなど守備範囲の広さを存分に発揮し144試合のセンター守備でわずか1失策、守備率 998DRS15 という素晴らしい成績を残した。2008年はジャコビー・エルズベリーの台頭により出番が減少した。 6月4日の対タ,タンパベイレーズ戦にて岩村明ノに対して危険な滑り込みを仕掛けた。その報復的措置として翌5日の試合ではジェームズ・シールズから支給を受けたがこれに激行して3名が退場処分を受ける大乱闘が勃発した。この乱闘で前日に危険行為を仕掛けた岩村からパンチを数発食らった。シーズン全体では 118試合に出場して打率283を記録し過去にシーズン連続で260台だった打率を上昇させた総類面では20盗塁を決め3年連続20盗塁以上を決めた守備成績は2失策守備率992と堅実さは健在だったが DRS は5まで低下した二千八年十一月十九日に ラモンラミレスとのトレードで、カンザスシティロイアルズへ移籍した。2009年5月に肩を故障して故障車リスト維持し、その後手術を受けたため、49試合の出場に止まり、打率、228.3本塁打、14打点という成績に終わった。しかし盗塁の生産ペースがアップし、13盗塁を決めた。守備面では49試合で、 中堅守を守って三失策を犯し、エラーのペースが早かったが、DRS は5を記録して2年ぶりにプラスに転じた。2009年12月20日にオークランドアスレチックスと1年契約で合意し、同月23日に正式契約を結んだ。2010年は、左手の小指の骨折、六間筋の炎症などで故障者リスト入りを繰り返し、75試合の出場に止まった。 しかし打率279.8本塁打38打点という打撃成績をマークしたほかシーズン半分以下の出場試合数で自己最多の32盗塁を決めた。守備面でも73試合のセンター守備で DRS7 を記録し総攻守すべてにおいて一定の貢献を見せた。アスレチックスは翌年の契約オプションを行使し残留が決まった。 2011年は故障から復活して136試合に出場し、3年ぶりに規定打席に到達した。持ち前のスピードでは49盗塁をマークし、ヤンキースのブレッドガードナーとタイで自身初の個人タイトルとなる盗塁王に輝いた。10月30日に FA となった。2012年1月5日にアスレチックスと 総額1300万ドルの2年契約に合意した。同年は120試合に出場し、打率、259.11本塁打、46打点という打撃成績を残し、7年ぶりに2桁本塁打をクリアした。また、3年連続30盗塁以上となる39盗塁をマークした。守備では、キューバから亡命で加入したヨエニス・セスペデスに、 中堅守を譲った時期があったが、クリスプはこれに不満を示し、実際にクリスプの方が守備力が高かったため、中堅守に戻ることができた。2013年は、打球をスタンドに叩き込むパワーが一気に増し、自己最多となる22本塁打を放った。また、21盗塁を決めたことで、メジャー11年目のシーズンにして、20本塁打、20盗塁を同時達成した。 守備では、例年にも増して高い能力を示し、110試合の中堅守備で無失策、DRS は6であった。オフの11月1日に球団が2014年シーズン750万ドルのオプションを行使した。2014年2月7日にアスレチックスと総額2275万ドルの2年契約に合意した。この年は、攻守両面で不振に陥り、打率。 250.20盗塁に届かなかった。ほぼ毎年だった DRS も引く17まで急落した。2015年4月2日に国局と右ひいちの骨片を取り除く手術を3日に行い、6週間から8週間離脱することが発表された。そのため44試合の出場で打率175に止まり不審だった。総類面では投類を2つ決め、 通算300盗塁に王手をかけた。守備面では37試合で、左翼手を守り、無失策、DRS1 と抜群の安定感を見せた。2016年は、センターとレフトを守り分けながら、レギュラー格で102試合に出場。打率、234.11本塁打、47打点、7盗塁、オプス0.698という成績で、 通算300投類を達成したが、全体的に打撃低調だった。守備面では58試合でレフトを守り、3失策ながら DRS2 をマーク。しかし、センターの守備は非常に不安定で、36試合で無失策ながら DRS から11を記録した。2016年8月30日にコルトハインズ金セントのトレードでインディアンスに移籍。 実に11年ぶりのフルス復帰を果たした。久々のフルスでは20試合に出場したが、打率20、208.2本塁打、8打点、3盗塁と、移籍前よりも不審になった。守りについたのは、レフトのみで、無失策、DRS から1を記録。アスレチックスとの合算では、122試合に出場で、打率、231.13本塁打、55打点、 10盗塁オプス0.698という内容だった。オフの11月3日に FA となった。2016年を最後に公式選出場はなく、2017年はシャドーヒルズ高等学校のコーチを務め、2019年には不定期でフルスアスレチックス専属の野球解説を務めている。相性のここは、協力者のシリアル食品。 ここはクリスピーズにちなんで少年時代に付けられたもので A 級時代から登録名でもこことなっている。バッティンググローブを使用しない数少ない選手の一人である。指をひらひらさせながらタイミングを取る個性的な打撃フォーム。俊足で守備力は高い。野球以外ではラッパーとしての顔も持つ。ありがとうございます。